とっさの言葉であった。親子ほど年下であろう男に対して明確にオスとして最上級の敬意を抱いていた。トキタオーマ。トキタオーマさん。で、あんたは？あ、私の名前ですか。いや、山下和夫と申します。山下和夫だな。わかった。それで、あんたもやるのかい？この圧迫感、ジョークのはずがない。本気だ。